でもね、あの一回あのわっこさん、あのこれ覚えてる方いるかもしれないですけど、うん、Facebook で、うん、あのタンクポップっていう風に聞くと、うん、あのいつも前に出て目立ってるのが、うん、あのわ私だからわっこわっこって言われることあると思うけど、うん、タンクポップの曲のっていうか、まあこう軸根底を作ってるのはカックンなんだよって投稿をすごいわね、そんなの書いたかもしれない してたことありますよね。してた、すごい、そんなの拾う人すごい、ね、やりましたよね。で僕はすごいそのあのそれをあの後から頻繁に言ってるイメージはないんです、うん、たまにたまにしか言わない、サンキューラクラクさんに行ってわっこに振り回されるんだからしっかりメンテしておいてねとかって書いてるのを見ることはあるけど、その音楽的な部分とかタンクポップっていうユニットの、うん、根底の部分である音楽を作ってるのはカックンで、カックンがいないとできないんだっていうことを一回だけ、できるよ、ちょっとできるよ、できる、一回だけ書いたことがあるんですよ。あの一回が尊いっすよね。だからたまに見てるね、見てくれてるね、たまに見せてほしいなって。そうだから逆に言うと、あのステージの盛り上げ方っていうのは俺一人じゃできないことなんでね。だからやっぱりだってあんなにねステージあるのにステージから降りて走るのなんて、ね、いやでも全部そうですよ、うん、そういうなんか酔っ払ってたのかもしれないですけどいやでも最初の頃はあのあれはどこ行っちゃうのって感じで歌ってんのにどっか行っちゃったよみたいな、そういう たまにそういうのが入ってくるからこそ、うん、あの関係性が見えるというかね、拾ってくれてますね、だいぶありがたいことです。 Facebook がおすすめですよ皆さん。あ、確かにね、あの Facebook ってでもやっぱり中年以上なんだってやっぱ若者は何インスタと TikTok なんだって。あの多分、うん、SNS の年齢のなんか感じはそうなのかもしれない、うん、そうなんだって。でも全然でもね、そうじゃないんですよこれ。話していいですかその話を。あのタンクポップさんの話で言うと、うん、YouTube も、でも当然ですけど YouTube、TikTok ちょっと別なんですけど、うん、YouTube、インスタ、X、うん、Facebook、うん、これはねあの全部追ってるんですよね、うんうん、でもインスタとか Facebook、うん、あれです、インスタとか YouTube のタンクポップさんの出方って、うん、企画ありきというか、うんうん、話ありきでしょ、うん、でもで Twitter で X はそれを、うんうん、そのやったことを告知していることとかが結構多い、もうすごいシンプル、うん、シンプルじゃないですか、いないし。 Facebook はお二人ともあのおのおののアカウント持ってらっしゃるから、あそうだ、ね、より、うん、素に近いというか生活感出てるんですよね。あ、生活感ね。企画っぽさというよりは、うん、生活感が出ているというか、たっくん特にそうなのよ。でしょ、だからそれが多分みんな受けてるというか、ね、車のことしか載せてない時期もあるよあもう、ね、車勝手に富士山行ったりとか、ずっとなんかそういうそういうなんか気にされてないんですけどみたいな、そのなんか素の部分が出てるところがいいですね。それ見た上であのフェイス、インスタとか、うん、YouTube 見ると印象変わりますもんね。そうかもしれないですね。だから Facebook、 まあ多分僕よりも皆様がご存知だと思うんですけど、うん、Facebook がこれから新しくタンクポップ、これでこの動画で見てくれた人たちがいいにおすすめするのは Facebook ですね。そうですね、友達申請して追っかけてもらえるといいと思います。 Facebook を見た上でやっぱり来て、うん、ライブに来てくれる方がやっぱり一番嬉しいかなっていうところですけど、うん、そうかね、ライブは楽しいからあのいいと思います。そうですね、うん、で実際にガエテク君の感じをね、はい、味わった方がいいですよ。これ遠近法で普通ぐらいになってますけど外でないですか。あ、そう、もう僕も、うんあの初対面の人にはあの想像よりでかい。そうですね、もう落面紙ジュースがちっちゃく見えてしまう想像よりでかいって言われるので、いやー、ね、あんまりあのね、なんか YouTube の中でもそういうなんかどこが好きみたいな話はあんまりしなかったからいいのかちょっと分かんないですけど、うん、いや、いいんですよ、うん、もう YouTube は、はい、なんか私たちって結局、はい、
なんつうんだろうな、嘘つけないのね。だからこう食レポとかしてても、まあ私はそうでもないんだけど、かっくんなんかうまいしか言えないんですけど、そのうまいの中にも。あんまり美味しくないと思ってるでしょって言う時と、本当に美味しいと思ってるでしょって時のリアクションがもう本当に出ちゃってて、過去の掘り返して見ないでほしいぐらいに、かっくんに関しては本当に嘘つけないよねっていう、そうかもね、うん、ところあるし、なんかあの気に入ったお店に、うん、特に多分僕はこれ見てて予測なんですけど、うん、気に入ったお店に、うん、すごいもう足しげく堀翔のごとく通ってるのはかっこいいですから、うん、そうそう、あ今ここ気に入ってんだなってこう遠くのところを追っかけてると、そうそうそう、思うことはありますよね。そう、今ハマってるのはこれなんだとか、あそう絶対これハマってるなとか、最近はね、まあ、そんな遠く乗り出してないけど漬物ね、あぬか漬け始めぬか漬けね、多趣味なんですね、うん、車にハマったりとか漬物も車はまあずっとだけど、まあ、車はね、まあ、昔から好きでしたけど、うんうん、料理っていうかなんか食材、はいはいはい、なんかこう野菜とか切ってて根っこついてたらこう水耕栽培し始めたりなんか、うん、なるほど ね、 ね、去年かネギの根っこつけといたらネギ坊主まで出たからね、そういうのが楽しいですよ ね、 楽しいなんかあのこれ言って大丈夫なのか分かんないですけど、意外とあの一人でこう黙々とやる趣味が好き、ああそうそうじゃなきゃギターなんか弾けるようになりませんから、ああでもそうなんだ、そうかも、ね、そうか、うん、クラティックって基本的にボーカル、うん、あの一応軽くギターも弾けるし、うん、あどっちエレキ、あいやどっちも、あそうなの、軽く弾きます、曲を作るときだけですけど、うん、あと鍵盤、あ鍵盤もやっできるわけじゃないですけど、うん、あの要するにそのはできます、できます、そうなんだ、えちょっとさ出してきてよ、そうそれが僕がでもそういうのやるのがちょっとあの運んだ人のかったるいから、うん、あのそういう場にこう邪魔させてもらう、タクコプさんそれこそライブとかに邪魔させてもらうときは、うん、あの弟連れてきて、あなんかあの彼のがギター上手いし好きなんで、うん、だからあのできる人がいるなら別に無理にやらなくていいやって思ってる感じ、あで似てんのかな、テック君私もやってたの自分で、あ、はい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 、こういうポップコーンとかね、あの繋がっていこうとか、私作詞作曲で出会う前からある曲とかなんだけど、私なんかこう自分で弾き語りしてるよりもなんか前に出て喋ったりパフォーマンスしたり、うん、歌に集中したいって思っちゃってるなって思って、うん、ところに出会って、あちょうどいい、ちょうどいいぞっていう、そうだから逆に言うとほら俺なんか昔バンドでギターだったから、うん、前には出ないと後ろでガンガン弾いてるタイプだったから、そうだよね、うん、バランスはでもいいんですよね、そのたまにはさ、私がギター弾いてあげるからさ、うん、ボーカルのみっていうの、あいややってみよう、面白いよ、ね、うん、いいと思いますね、突っ立ってるだろうなんかあの、ね、すごいなんかあの逆にビシッと一曲で、一応その一曲のためにビシッと衣装を決めてやってほしいですね、小ネクタイみたいな、スクールファイブみたいな、いやでもそうだと思います。ただちょっとそこら辺は多分似てるなって思う部分はありますね。であのだからあのライブもそうですけど、あのマリンで、うん、ね、あの一回あのなんか飲んでるからおいでよ、あ共存させてもらっていただいて、うんうんうん、お邪魔した時とかも、はい、あのああいうすんごいもうそのルールのような感じで歌う場所とかで。あののフィーリングがワッコさんと一緒ありましたね、あれすごかったですね、すごかったですね、そうその辺はそうかもしれない、ちょっただあのバランスなんか見ててバランスはすごいいいんだろうなって、なんか楽しだか両方とも持ち場きちんと守って楽しそうにしてるなっていうのが最初にライブに行った時の印象でもありましたね、あそっか、じ
てちょっとねそれをいい塩梅に守りつつ裏切りながらですね、うんうん、スポンサー様の意向に沿って、はい、じゃあ私たちのねもうまだお聴きいただいてない曲も多分ご覧の皆さんもたくさんあるはずなので、はい、ちょっとやっていいきましょうよ。そうですね、出していきましょう。はい、ライブ来てほしいです、はい、僕も音楽会とかは必ずいると思うんで、はい、あの声かけてもらえればなと思います。わかりました。いやもう多分秋も冬も行くと思うんで、うん、ぜひ初参加の人とかね、あのあるいはなんか動画で見たっていう方がいたら、うん、そのライブでね、僕も声かけてもらえたら嬉しいなと思います。わかりました、はい、あの秋の会の課題曲も実は決まってるので、あ、はい、ちょっとこれ止めてからこそっと教えますんで、はい、じゃあ練習しておくんで、はい、よろしくお願いします。こんなもんか、これね、30分以上喋ってる、うん、はいはい、いいと思う、こんな回路、うん、すいません、だらだら喋っちゃって、いいと思います、はい、ありがとうございます、いやいや、よろしくお願いいたします。タンクポップ YouTube チャンネルでした、はい、チャンネル登録もよろしくお願いします。小さな胸破裂しちゃう。